皆さんこんにちは、エンクリプトのラーナーです。マネギンです。このチャンネルでは仮想通貨と英語について皆さんと一緒に学ぶチャンネルです。なお注意点として、私たちの情報を参考にしていただくのは嬉しいのですが、投資の際はあくまで自己責任でご判断するようお願いします。はい、今回の動画では仮想通貨最新ニュースということで、テンセット関連の最新情報をお伝えします。第4のジェム、フェイム MMA や TGLP の情報も合わせてお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。今回は2つのことについて解説します。まず1つが本日行われるサブスク申し込みについて、2つ目が第4のジェム、フェイム MMA とこれまでのプロジェクトと関連するニュースです。前提となりますが、テンセットは ETF2.0 を掲げた投資ファンドになります。テンセットは独自のローンチパッド TGLP というサービスを持っています。最近では第3のジェムとしてエバードムをローンチしました。プロジェクトについて知りたい方は10分でわかる動画やこれまでの動画を参考ください。それではまず1つ目の内容に入っていきます。第4のジェム、フェイム MMA のプレセールは4月25日に行われますが、それに向けて本日4月の13日水曜日、日本時間20時から TGLP のサブスクリプションが開始されます。このサブスクリプションではテンセットを1年間ロックすることによって、1年間ジェムと呼ばれるテンセット社が厳選したプロジェクトのプレセールに参加できる権利を得られます。今回は4500倍のテンセットトークンを、正確にはテンセットはデフレトークンなので 2% の手数料を含めた4592トークンが必要になります。それを公式のサイトの登録することによって参加することができます。このサブスクリプションには限りがあり、最大で1万となっていますが、すでに9500埋まっていますので残り500枠となります。その中で今回はその半分の250枠が今日の20時から販売することになります。おそらくですが20時の開始とともに争奪戦になることが予想をされています。したがって関心がある方はですね、ご準備をお忘れなくお願いします。テンセット自体の購入はパンケーキやユニスワップなど、もしくはクライエクスチェンジなどで購入することができます。取引所で買った場合にはウォレットに移動する必要がありますので、そちらだけご注意ください。ロックする際のネットワークはイーサリアムもしくはバイナンスチェーンの2つに対応しています。手数料もかかりますので、そちらも気をつけてください。サブスクが埋まったらいよいよですね、4月の25日に第4のジェム、フェイム MMA トークンのプレセールが始まる予定です。今のところですが、サブスク1枠あたり1000ドルの割り当てとなる予定です。このプロジェクトは格闘技のプロジェクトであり、有名なインフルエンサーたちが戦うというようなプロジェクトになっています。以前の動画でプロジェクトの概要やプレセールでの買い方について説明をしているので、関心がある方はそちらもご覧ください。1点だけ告知になります。以前動画を作成した第2のステップとなりそうなステップアップというプロジェクトが、やはりですね、世界的なローンチパッドである DAO メーカーから IDO を行うことが発表されました。それを記念してですね、抽選でトークンが当たるチャンスがあるので、そちらについて紹介します。こちらのホワイトリストに参加することによって、抽選で50名の方に100ドル分のアロケーションが当たるチャンスがあるので、よかったら概要欄のリファーラルをご活用ください。続いて2つ目に、この第4とフェイム MMA というプロジェクトに関連していくつか発表があったので、その内容を見ていきます。パートナーシップラッシュということで、メタヒーロー、エバードム、そしてテンセットマーケットプレイスとの関連情報も発表されました。スタートとなるのは第1のジェム、メタヒーローです。ロバート・グリーンさん CEO で、最先端のカメラを使ったスキャン技術で、フェイブのインフルエンサーや格闘家のデータをリアル NFT にしていきます。そしてそれをメタヒーローのパートナーであるウルフスタジオワールドでの販売を予定しています。加えて、イベントでポータブルのスキャナーを使ってより多くの人をスキャンしていく予定です。直近のイベントのフェイム14では5月14日にポーランドで行われる予定で、メタヒーローとエバードムもスポンサーになる予定です。さらに今後ですね、この第3のジェムのエバードムの火星の中でもですね、そのスキャンした NFT データも使っていくそうです。またテンセットの独自マーケットプレイス構想があり、その商品としてフェイムの限定 NFT が販売予定とされています。こちらは特典付きの NFT となっていて、この NFT を所持することによってフェイムイベントへの VIP 参加が恒久的に可能となります。こちらは4つだけの限定 NFT となっていて、ポイントとなるのはテンセットトークンでしか決済ができないということになっています。したがってテンセットトークンの新たなユーティリティとしてマーケットプレイスで使うことができるようになるそうです。以上のようにですね、これまでのプロジェクトがシナジー効果を持ってつながっていくことによって、仮想通貨の大衆化に向けて浸透して、それぞれのプロジェクトの価値が
引き上げられていく可能性があります。もしかするとですね、今回未登場の第2のジェム考えエクスチェンジもいずれつながるかもしれないということで、個人的にはですね、今後が非常に楽しみです。エヴァードームについて1点だけ補足をさせていただきます。4月の20日にジェネシス NFT のスナップショット予定となっています。残り約1週間の戦いということで、9999人限定の NFT がステーキングスコア上位の方に配布される予定になっています。以前の動画で詳細は説明をしているので、関心がある方はそちらもチェックをしておいてください。最近はですね、このテンセット関連のプロジェクトが様々なインフルエンサー、例えば青汁王子さんであったり、モーシンさんであったり、新たにマーフィンさんであったり、藤原さん、葵さんなどですね、テンセット系列のプロジェクトをご紹介してくださるようになり、さらにより多くの方に広がるのではないかと、今後がさらに楽しみです。また最新ニュースとあれば共有をさせていただきます。以上が今回の動画となりました。また概要欄には取引口座開設のリンクを貼っています。手数料オフなど特典があるのでご活用ください。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったという方はグッドボタン、まだチャンネル登録をしていない方はチャンネル登録をお願いします。また取り上げてほしい内容等ありましたらコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。